前書き、以下の文章は、の日記から構成されています。は現在 SCP-3 と呼ばれています。回収の際、図案化された鉢の形に整えられたいくつかの場所を除き、日記のカバー全体が黒の油性マジックで覆われていました。ここでは各ページを別々に一覧化しています。3月17日。今日、俺はこの日記芸術品まがいのノートとかいうやつを買ったんだ。なぜだかよくわからんがノレジがキュートだと思ったからだ。いいな、その場で30ドルがパーになっちまった。それと、俺のおじさんの遺産がついに整理された。山ほどの金はなかったが、その後クソ重たいガラクタを手に入れたんだ。とんでもなく古いガラクタだ。ひどい懐かしいんだよ。無関係な独白を削除。3月20日。まだ、殻音沙汰がない。けど、彼女には双子の姉妹がいることが分かったんだ。イェイ。おじさんのガラクタを調べてた時に妙なことが起こった。編集済み、そしていつの間にか俺はこのトゲ刺すものを持ち上げて腕に振り下ろす。見ると、刺し傷の跡のようなものが5個、腕についていた。なんだよこれは。俺を刺す気配は何もなかったんだが、念のためレイド、薬中、殺虫剤の商品名、のボトルを買ってきた。3月21日。メモ、ブンブン言ってるのが何なのか探し出す。ギリギリ音がわかるような時でも、煙探知機のそばにいる時と同じように、俺はあの音が大嫌いだ。アパートの管理人からは追い立てられていない。管理人がやってきてここでは何もできなかったと言い張っていた。主戦度が、解決しなくちゃならないものを何もしたくないだけだぜ。自由中ハック、階段を上がる必要があるからだろ。ページの残りは極端に丸々と太った人、おそらくは、アパート管理人である、市の建物、の絵で埋められています。彼は、俺は骨太なだけだー、と大声で叫ぶ一方、いくつかのサブマリン、サンドイッチを食べているように見えます。特に、彼は地用止まる花鉢のコスチュームを着ているようにも見えます。3月22日。無関係な独白を削除、関係ないが、今日蜂についてニュースで見た。どうも大量の蜂が姿を消していて、なぜなのか誰にもわからないらしい。それで今はフルーツやらを受粉させることができないらしい。誰でもフルーツ食べているという意味だ。俺はそれをエイリアンだったとは言っていないが、しかしエイリアンだったのだ。けどどういうわけか全部俺を刺してくる。たくさん。蜂、俺はとてもまともじゃない。ブンブン言うのはまだ消えていない。どちらかといえば、うるさくなっている。害虫駆除業者もここでは何もできなかった。それから食器棚の中を探っていた時に俺は腕に他の刺し傷を作っていた。偶然なのかそれとも俺はチヨット被害妄想になってきているのか。ムー。3月23日。俺は黄色い雪を集めていたんだが、黄色と黒の雪の大嵐になることに気づいていなかったんだ一。一体どうしてまだ働いているんだ。停電すると思ったから、嵐が来る前にいくらか酒を手に入れたのはよかった。どんちゃん騒ぎだぜ。はぁ、一体なんで俺はここに引っ越してきたんだ?もし蜂が家庭の状況から抜け出せたらどうなるんだろう ?9 ページ分ハサミで切り取られているように見える。もし蜂がスズメバチに我慢できなくなったらどうなるんだろう?もし蜂がもっと小さな蜂で作られていたらどうなるんだろう?もし蜂がもっともっと大きな蜂で作り上げられていたらどうなるんだろう?もし電話を取った時に代わりに蜂だったらどうなるんだろう?もし蜂の写真があったらどうなるんだろう?もし大量の蜂が飛行機に乗っていたらどうなるんだろう?もし恐竜が蜂に殺されていたらどうなるんだろう?もし恐竜が蜂だったらどうなるんだろう?もし Facebook が蜂だらけになったらどうなるんだろう?もし蜂が Facebook をハッキングしたらどうなるんだろう?もし誰かが家の壁に蜂のことを書いたらどうなるんだろう?もし猫が蜂を吐き出したらどうなるんだろう?もし蜂が絵画を通じて旅行できたらどうなるんだろう?もし蜂が科学であり疲労の対象になったらどうなるんだろう?もし蜂が接触感染するならどうなるんだろう?もし蜂ピストルがあったらどうなるんだろう?もし蜂ピストルのリロードをし忘れたらどうなるんだろう?もしコンピューターのモニターが蜂を生み出せたならどうなるんだろう?もし蜂が市民権を要求し始めたらどうなるんだろう?もしマグナカルタがずっと蜂だったならどうなるんだろう?もしウサギが蜂に忠誠を誓ったならどうなるんだろう?もし中国の蜂だったらどうなるんだろう?もし日本の女子生徒の蜂だったらどうなるんだろう?もし蜂が4次元だったらどうなるんだろう?もし蜂がタイムトラベラーだったらどうなるんだろう?もしタイムトラベルによって蜂になるならどうなるんだろう?
もしタイムトラベルに8が必要ならどうなるんだろう？もし爆発を8に置き換えられたらどうなるんだろう？もし映画の代わりが8だったらどうなるんだろう？もしブラックマーケットで8を買えたらどうなるんだろう？もしハワイで8での支払いが受け入れられたらどうなるんだろう？もしマルディグラでビーズを投げる代わりに8を投げたらどうなるんだろう？もし8が旅行機を買えたらどうなるんだろう？もし旅行機がまさに8ならどうなるんだろう？もし8と駆け落ちしたらどうなるんだろう？もし8に軽食を出したらどうなるんだろう？もし誰かが8について述べたらどうなるんだろう？もし8が宗教を形作ればどうなるんだろう？もしその宗教が時計仕掛けの8に関わったらどうなるんだろう？もし8が丁寧な反論をしたらどうなるんだろう？もし8が落ち葉吐きでお金をもらったらどうなるんだろう？もし8がツンドラのように冷たい人を装っていたらどうなるんだろう？もし8が夢を乗っ取っているならどうなるんだろう？もし8を夢の中でコントロールしたならどうなるんだろう？もし架空のキャラクターがたまたま8だったらどうなるんだろう？もし8がエイリアンだったらどうなるんだろう？もし8が地球の真下の8の巣から来るならどうなるんだろう？もし8が瞬きをする間に人々を爆破できたならどうなるんだろう？もし8がスーパーヒーローだったらどうなるんだろう？もし8を通販できたらどうなるんだろう？もし店が8のセールをするならどうなるんだろう？もし8がゲイ、パレードをしたらどうなるんだろう？もし8が何も着ずにパレードに行ったらどうなるんだろう？もし8がうっかりわざと道路に敷き詰められたらどうなるんだろう？もし俺が偶然8だったらどうなるんだろう？もし8が隙間のある場所ならどこでも住めたらどうなるんだろう？もし8がシークレットエージェントだったらどうなるんだろう？もし8と音楽の好みが全然違ってたらどうなるんだろう？もし植物が8を引き付けるためにダンスしたらどうなるんだろう？もし8が人々の周りに集まって刺したらどうなるんだろう？もし誰かが8の前に割り込んだせいで8がまさに切れたらどうなるんだろう？もし8がワイワイの邪魔をできたらどうなるんだろう？もし8を数値コードで置き換えたらどうなるんだろう？もし8が8に似ていたらどうなるんだろう？もし8が違う8に似ていたらどうなるんだろう？もし8がまさしく映画のようだったらどうなるんだろう？もしポーランドが8の一員になれないならどうなるんだろう？もしそれぞれのアニメが違う色の8だったらどうなるんだろう？もし8が夜行性で血を吸ったならどうなるんだろう？もし8とワーウルフが犬8の中だったらどうなるんだろう？もし犬が8に気づくことができなかったらどうなるんだろう？もし8がサブウーファーを持っていたらどうなるんだろう？もし誰も8が邪悪な計画をしていることに気づかなかったらどうなるんだろう？もし8が政府によって検閲されたらどうなるんだろう？もし繊維金属が8に化学反応を起こしたらどうなるんだろう？もし8が窃盗の罪をでっち上げて政治家を陥れたらどうなるんだろう？もし8が組織犯罪とつながりを持っていたらどうなるんだろう？もし8が満月の間にうっかりヘロインに変わってしまったらどうなるんだろう？もし誰かが8について本を書いたらどうなるんだろう？もし8がコンピューター音痴だったらどうなるんだろう？もし俺が8だったらどうなるんだろう？もし8が道順を読み間違えてレモンの木を殺したらどうなるんだろう？もし8が組み立てラインのコンセプトの正確な説明だったらどうなるんだろう？もしウィリー、ウォンカが8のために用意されていたらどうなるんだろう？もし8がフェチズムを持っていたらどうなるんだろう？もし8が壁越しに振動して動機に気づけたらどうなるんだろう？もし8が登場拒否リストに載せられていたらどうなるんだろう？もし8が間違って性犯罪者登録簿に載せられていたらどうなるんだろう？もし8が精神科に殺到していたらどうなるんだろう？もし8がキツネザルになることを夢見ていたらどうなるんだろう？もし8についての息があったらどうなるんだろう？もしウィキペディアが8だったらどうなるんだろう？もし8が話の途中で俺を殺したらどうなるんだろう？最終ページの残りは、SCP-3 のアパートに似た部屋で多数の黒い小さな点が棒人間を攻撃しているイラストでした。家具とは異形も棒人間を攻撃しているものに似た小さな円で構成されているように見えます。イラストの余白は8割方、図案化された稲妻か、G の文字で埋め尽くされていました。ドアの鍵をかけた。3月32日、4月？思い出せない、後でもう一度試そう。8。アロエを使い果たした。マウスウォッシュに使わなければならなかったやつだ。驚くほど効果的だったけど、まだ出血は治ってない。から電話が来て木曜の8時にデートの約束をした。2時間前のことだ。彼女がブンブン言ううるさいのを乗り越えてここにくれたのは驚いた。ああ、電話は8だった。火曜日。16進数における8、B は10進数の形にすると1646だ。俺の好きな数だ。んなこと考えたのは誰だよ。削除済み、なんでそんなことを書いたのかわからない。俺は統合失調症でもなんでもない。無視。ゴッドファーザーが放送されている。
途中まで、ベッドで蜂を見つけるところまでは見ようと思う。テレビを見ろよ。テレビは蜂だ。水曜日、木曜日、金曜日。多数の小さな卵型が紙からなくなっている。箸に少量の花粉が発見された。俺は書こうとした。と言っても紙は蜂だ。ウイスキーを一瓶飲んで寝ることにする。な、って、こ、た、は、ち、が、そ、ち、に、い、か、な、い。回収の際には、以下のページは押しつぶされた蜂と人間の血液で完全に覆われていました。蒸気組織を除去することにより、そのページには以下のように書かれていることが明らかになりました。今日、がやってきて、蜂のせいで悲鳴を上げた。今や彼女は蜂だ。なんで俺は蜂じゃないんだろうか。もしかして俺も蜂は自分たちが蜂だということを知っているのか。ゲロウ。かかってこい。3月17日。雪はほとんど去った。道路に目を向ける。道路はほとんど蜂じゃない。このほくろを見てもらえるかどうか確かめるために、病院へ向かうつもりだ。蜂が車の中についてきてブレーキを切り上がった。ああ、俺は決まっちまってるのかもしれない。良かったことは病院まであと1マイルだけだったこと。黙れ蜂ども、俺は日記記録を書いているんだ。病院へ行け。病院は蜂だ。すでに、どうやって、ちょうどついた。いや、待て、それ蜂用だ。俺のメガネだ。俺のメガネはもちろん蜂だった。診察の予約も何もしてなかったが、看護婦はパニックチームか何かに電話して、急いで俺を医者まで連れて行った。なんと気が利くのだろう、けど実際緊急じゃない。俺は本当にほくろを見てもらう必要があるだけなんだ。ほくろが蜂じゃない限り。医者は俺を見てどこも悪いようには見えないと言った。もちろん悪いところはない、蜂以外は。あと出血、けどそれは蜂に刺されたからだろう。医者はしばらくの間議論してたが、間もなく俺を追っ払った。3月119日。蜂が医者を食っていたことに触れるのを忘れてた。他の医者はしばらく叫んでいたが、蜂が食べ終えた時には彼らは大いに落ち着き、俺にサインさせて追い出した。した。嫌だね。30ページ抜けている?俺は蜂だ。残りのページは白紙。結び。今日まで、矛盾点があるにもかかわらず、これは、誤事件の最も正確な報告のままです。筆跡、個人的知識、文体は、のそれと一致していますが、SCP-3 はどのような形式の日記も書いたことに関する記憶がありません。SCP の収容に配属された職員はこの書類全体を読む必要があります。日記が蜂である状況においては、修正された書類が支給されます。